そう、そうポニーテールしたんですよ。なんかあんまりコスチュームではしないので、そういいねっていろんな人に褒めてもらった。嬉しい。あんまね見慣れないみたい。そうコスチュームの時はねいつもストレートなので、そうなの、な、まあ、なんでかっていうと試合中にボサボサになるのが嫌なので、そうなので、まあこれえすごいここに落ちてますね。13周年ありがとうございます。大田区楽しみにします。ありがとうございます。嬉しい。あと10日、今日観覧車乗ったらゆきちゃんのカード当たりました。あー嬉しい。観覧車ね、そうめちゃくちゃ見に行きたい。ええセーラームーン月に変わってお仕置きよ。え月に変わってお仕置きよじゃん。これスパイダーマンだ。スパイダーマンちょっとあやさんすごい強そうだった。まさか今日いらっしゃると思わなくて、そう私本当に情報難民なんで、そうみんなが知ってること知らないの。だから今日全員集合することも知らなくて、ちょっといろいろびっくりなんだけど、うん情報難民。えかわいい。えセーラームーンキャンペーンかなんかやってんの今。めっちゃかわいいんだけど、ちょっとこっちの手がかわいい。リカさん、そうリカさんね、今日リカさんが来ることも知らなくて情報難民。イエーイ。えかわいすぎ。かわいい、かわいい。みんなで同時にやってよ。すぐ同時にやらせる、ごめんね。また同時にやらせたがる。そう私本当に知らなくて、なんかあの部屋に入ったらリカさんが見えて、リカさんってなりました。嬉しくて抱きつきに行きました。うん。セーラームーンですか？可愛すぎる。冷たい。リボンとステッキとミラー、なんか。そういうやつですね。かわいい。ミラーは上から下？リボンは下から上？ステッキは？ステッキってどうなんの？うん。こうね。かわいすぎる。イエーイ。セーラームーン、え、かわいい。ステッキいっぱい、かわいい、ブンブンブン。かわいい、めっちゃ。え、リボン、リボンせーのでやって。え、リボンせーの。ラグラグ、かわいい、かわいい。これのせいで何もよ、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これ大好き、ピンク、かわいい。イエーイ。セーラームーン気取り合ってますか、この手。シュッシュッシュッ。かわいい。リボンかわいすぎる。女の子って感じです。ステッキ、ステッキ、ステッキやって。ステッキ、ステッキ。え、なにこれ。え、なんか召喚されそうな闇のやつが出てきた。かわいい。ステッキ、ステッキ。なに？めちゃくちゃかわいいんやけど。ピー。ピー。キュン。やばくない？ね、下のステッキめっちゃやばくない？めっちゃ
めっちゃステーキ溜まってんねんけど、かわいい、ありがとうステーキいっぱい。かわいい、やっぱかわいいよこれ、めっちゃ今回シャンシャンシャン、かわいい。あ、みんな私が次何言うか分かったかのように、鏡鏡、なんていうのこの鏡、言えない、うまく、これ何、鏡、あ、これこれ、鏡鏡鏡、これなん、なんですか、何これ、あ、コンパクト、コンパクト、女子なのにそういう言葉が出てこないっていう、致命的ですね、かわいい。でもこれ、これ何、お花、中にお花入ってる、かわいいですね、なんか今回のギフトめっちゃセンスいい、イエー、かわいい、かわいい、今回全部、まあ私が一番好きだったのはリボンですかね、リボン、でも全部混ぜ混ぜのやつが見たいから、みんなが好きなの投げて、はい、ん、もう飲み物になっちゃってる、最初から飲み物か、みんなはどれが好きなの、え、待って、めっちゃ可愛くない、ちょっと待って、可愛いな、どうやって撮るんだっけこれ、みんな行くよ、せーの、はい、来て来て来て、待ってます、あ、めっちゃ取れた。ありがとう、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、キラキラのキラキラの画面だね、かわいい、ありがとうございます、かわいいです、とてもかわいい、かわいいギフトにテンション上がりすぎてアイスがもうアイスじゃないみたいになっちゃいました。見て、ジュースになった、レインボーサイリウムもありがとうございます。でさっき一瞬出てきたさ、これなんか魔法陣みたいな、なんですか、あれ魔法陣、なんか呪いみたいな、呪いみたいなの出てきた、なんだよ、うん、うんふんふん、うんふんふん、魔法陣ですか、うん、これのこと、魔法陣、うん、うん、13周年おめ、ありがとう、おめだよね、おめだよね、わかる、13周年っておめ、さすがにおめですよね、おめ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 、魔法陣、魔法陣も可愛かった、魔法陣、魔法陣ってどういう意味あんのか、意味っていうか、魔法陣って何するもんなんやろ、魔法陣何するもんですか、魔法をかけるときに使うのかな、13周年ですね、13周年の練習してる、あ、1回しました、でもなんだかんだ8人公演やってたから結構長い間なんか割と覚えてて、あ、いけそうって思って、いや、すぐ帰りました、あ、召喚、へえ、
じゃあ意外とコアギフトですね。コアギフトじゃん。魔物を呼び出すギフト、やばいじゃん。ヤバギフトじゃないですか。そっか、13周年がもう始まるのか。あのイベントというか、なんだっけ、あのあれか、配信が始まるんですかね。まだ始まらない？もう始まる？いつから始まる？あれって今日から始まる？あ、今日から始まってる。やば、知らなかった。今日から始まっているとは。ちょっとし、あれ、猿まだいたの？お猿さんまだいたんですね。ちょっぴり気まずいです。猿じゃないやつでいっぱい喜んだ後に猿来ると嬉しい。嬉しいです、猿のあれ。会いたかったの実況しろ。今やってるんですね。そっか、始まったんや。プロレスは楽しいですか？楽しいです。楽しいです。こんばんは、サル。でスタート。そうなん、全部はないのか。楽しみですね。見たいね、みんな。結局あれさ、 DVD になんなかったんだっけ。なんかならなかったんだっけね。なればいいのにってすごい思ったんですけど、なんなかったのか。楽しみ。久しぶりに見たいな。僕隊がめっちゃ見たいです。僕隊すごい楽しかった。ありがとうございます。素敵素敵。会いたかったの次はリスタート。あ、じゃあもうあれなのかな、その12周年の公演順、同じ順番でやっていくのか。いや、リスタート朝早かった記憶あるんだよな。気のせいだな。いや、僕隊の方が早かったけど、早かったっていうか、なんかめっちゃ早かった気がするんだよな。着替えはうるさすぎてめっちゃ怒られた記憶もあるし。まあ K2 がうるさいので。あ、かわいいギフト、皆さんありがとうございます。本当においしい。なんか口のさ、なんか中にさ、口内炎みたいなの出ちゃってめっちゃ痛い。覚えてます。痛い、仕方ないですね。なんかポニーテールしたはいいんですけど、短くてまだ髪がちょっと落ちてきちゃうのが悩みでした。はい、ちょっとした悩みでした。本当にちょっとしたことなのでそんなに気にしてないんですけど、ビタミンどうやって。でも今日朝ごはんね、気使ってフルーツ食べたんですけど、そのフルーツもめっちゃ染みて、もうなんか本当どうすればいいのと思って、パイナップルとか食べてたんですけど、救いようないぐらい染みちゃって、そう、なんかもうピエンって感じでした。ピエンでした。ピエン、やっぱね、ポニーテールはね、とっても楽でね、いいんだよ、楽で。あとね、今日とかも撮影をするとやっぱ風とか吹くから、なんか風吹くと髪の毛がボサってなっちゃうって困るんですけど、ポニーテールだと特に何も気にしなくていいのでとっても楽です、本当に。そう、
なんか直す方法、とりあえずコーナーへ直さなきゃ。でそれでさ記者会見して、そう記者会見はあの YouTube に載ってるので見逃す、あれ生配信じゃなかったか、そうぜひ見てください。私も記者会見しました。そうアジャさんと初対面しました。アジャさんの口からなんか荒いっていうの出てくるとドキッとしますよね。知ってくださってるのが嬉しい。見ました。そうでそれで記者会見したりして、あとみんなで写真撮ってみたいな感じでした。そうみんなで写真撮るの嬉しい、撮れるの嬉しい。そうめっちゃすごいなんか庭なんか庭園みたいなところで写真を撮りました。サイリウムありがとう、ブン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 。そうなんか庭園でなんかすごいおばさまたちがカフェされてて、私たちの写真をすごい珍しそうな顔で見てたそう気になりますよね、コスチュームの人がいっぱい出てくると。そうめっちゃ物珍しそうに見られてました。うん、楽しかったね。その後は取材してもらったんですよね、2つ。なので近々乗ると思うので見てください。コンパクト、コンパクト。すごい綺麗なところで、え、そうネットニュースねめちゃくちゃ出てて、いや本当にありがたいですね。ネットニュースやばいですよね。なんか私が取材受けてる間にもうめっちゃ出てて、帰りにもめっちゃ出てたので、もう本当に皆さんありがとうございますっていう感じです。今日会見に来てくださった媒体さんもだし、そうじゃないところでもたくさん載せていただいていて、本当にみんな私はできる限りリツイートしてるので、ぜひ私のツイッターから見てくださいお願いします。見てね。あと今日は取材はトースポさんとあとナンバーさんの2つで、ナンバーさんはですね、あの前に9月にあった試合のところで写真は撮っていただいてて、取材だけ今日やっていただいて、そう2回も来てくださったんですよ。本当に感謝ですね。えトースポさんもいつもたくさん記事書いてくださる、両方ともねネットに載るので皆さんチェックしてください、見てね。あブブカさんね、最近ねなんか書いてくださるんですよね。そう嬉しい。見てね。そう大田区に間に合うようにナンバーの方がね記事をカタカタって書いてくださるみたいなので、載ったらツイッターに載せるのでえそんなにすごいの。なんあでもあれです、ネットです、ネット記事です。すごい。そうなんでみんな見てね。
やっぱりみんなが見てくれると、見てくれることでね、また乗せようって思ってもらえるかもしれないので、すごいって。本当？やった！いや、私は詳しくなかっただけだね。なのでみんな見てください。ね、掲載していただいたらまた言います。てかポートレート変えた？ポートレート変えた？ね、もうないって聞いた。ポートレートなくなったから見に行くのやっぱやめとこうみたいなのは寂しいので来てください。ぜひ来てください。やっぱり見てほしいなってもう今日改めて思ったので、いろんな人がね、やっぱその日はね SKE のイベントと被ってるのもあって来れない人も多いと思うけど、来てほしい。お、みんなちゃんと買ってる、ありがとうございます、嬉しい。いやー、書きますね、みんなにサイン。楽しみです、大田区終わった後に会える。ありがとうございます。そう、道具会もね完売してるって。本当に部数が少ないのでね、本当にやばいんですけど、ありがとうございます。嬉しい。そう、出れる日もね少ないんだよね、多分配慮なのかな、自分がもしかしたら疲れてるかもしれないっていう。ありがたいですね。みんな他のトーク会も来てください。でも次どこで、名古屋でやってちょっとわからないですね。あ、幕張？幕張ですか？あのポートレート可愛い、本当に可愛いですか？嘘、可愛いのかあれ。嬉しい、喜んでもらえて。あ、そう、新宿フェイスの12月のやつ知らなかった、びっくりしたんですけど、そう、なんかツイッターで見つけて、あ、出るんだみたいな感じ。そう、でもね、楽しみ、いっぱい出れた方が嬉しいのでね。あ、でも今回の大田区のポートレートはみんなでお揃いで結構最近撮ってもらったやつなんですよ。そう、そうなんです。幕張の締め切りは10月4日。え、そうなんですか。じゃあみんな早く応募してください。大田区のカウントダウンに登場するか楽しみにしてる。お、いつでしょうか。いつでしょうか。毎日チェックしてください。はい、今日撮りました、見てね。毎日の東京女子のアカウントでやってるので見てください。皆さん毎日いろんな選手がカウントダウンし動画を上げているので、私もずっと見てればいつか出てきます。あ、そう、私会もありますね。私会も出ます、ずぶ濡れ。そう、よくねびしょ濡れって言っちゃうんです。そう、間違えて、ずぶ濡れです、間違えちゃいます私は。あ、みんなは間違えないでください。残り7日と予想。お、みんなはあと何日と予想しますか？なんで7日なんですかね、なんとなく。あ、ありがとうございます。
嬉しいからあと何日か言っちゃおうかな、言っちゃおうかな、あやめとこ、ミラーボールなくなったから危ない、言っちゃうとこだった、テンション上がって全部言っちゃうとこだった。みんなも予想しててね、不意に出てくるので気をつけてくださいあーやだ、ミラーボール来ちゃった、やばい、大田区総合体育館大会まで残り、言っちゃいそう言っちゃいそう、やばい、あ危なかった危なかった、めっちゃ危なかったいや危なかったですね危ない、ミラーボール来るとテンション上がっていっちゃいそうになるやめてください、やめてください、やめてください、いっちゃいそうになるんで本当にやめてください、もうこれ以上私の、これ以上私を困らせないで、え、やばい、いっちゃいそう、やばい、いっちゃいそう、待って、今日撮ってもらったんですよ動画、先輩に、残り確か、なんだっけ、なんだっけ、うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、もうちょっといっちゃうとこだった、危ねえ、危ねえ、危ねえ、今ミラーボールあと2秒なかったら言ってた、危ねえ、やめてください、もう本当に、困らせないでください。出ちゃったらめっちゃ怒られるかもしれないんで困らせないで、今日撮ったんです、撮ってもらったんです、今日誰に撮ってもらったでしょうか、ちちちちちち、話変えよう、もう誰に撮ってもらったでしょうか、え、なんかすごい、え、すごい、なんかめっちゃくれるやん、これありがとう、ありがとう、ふぅうわやばい、ミラーボール来ちゃった、やばい、今日はゆかさんに動画を撮ってもらって、あと危なかった、いそうだった危なかった、9日プロレスでゆきちゃんデビュー、16日特会デビューします、ありがとう、あやばい、あ危なかった、ミラーボール気づくの遅れた、助かった。あ、みんなめちゃくちゃ反省してる。撮ったんです。本当に撮ったんです。今回、うん。楽しみにしててください。ゆかさんと絡むんですね。いや、ゆかさんがなんか優しくて、とてもめっちゃ絡んでくれます。今日も。そのポニーテールいいねっていっぱい言ってくれいっぱい言ってくれました、とても嬉しいです、ね、てかさっきの人プロレスデビューにトーク会デビューもしてくれるの、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、ありがとう、トーク会最終日しか行けないけど購入したよ、ありがとうございます、お渡し会で初めてスケネームと参加する、ありがとう、嬉しい、待ってます、ありがとうだよ、本当にありがとうございます、今日は真下さんのストーリーに載ってます、ゆかさんと載ってます、見てね、見てください、そういっぱい話しかけてくれるの、ゆかさん好き、優しくて、あじゃさんの印象は、印象ですか、え、もうなんかみんな知ってるじゃないですか、私もプロレス知らないけど知ってたから、もうなんかレジェンドすぎてどうしよう、うん、どうしようだよ、なんかまさかじゃない、まさか対戦できるとはって感じです、本当にびっくり、ヒョウ柄伸ばしていきます、お待ってます、お待ちしています、
須田さんに釣られないか心配。確かに須田さん、そう須田さんとアナンちゃんとなのでめちゃくちゃ珍しい3人なんだよ。そうそう楽しみ。え、ねえ私の方が身長高かったよね。いや思いました、私結構背高いんだよ背が高いみたいです。とてもそう、あね、その後楽園に出てくださった話もしてくださって本当に嬉しいです。優しい。いやでもなんかね、アイドルだからって言って手加減される方がなんか嫌だし、なんかそういうのってね、プロレス好きな人から見たら冷めるので多分ですけどなのでね、ちょっと嬉しい。今日のアジャさんの言葉はめっちゃ嬉しかったですね。あ、見てない人はみんな YouTube から見てください。そうでもアジャさんは3人分って言ってたので、いやもうびっくり、3人分3人分ですか、怖いな。私から一緒に行くあかりん推しの友達と私それをイメトレしてる、かわいいかわいい、いっぱいイメトレしといていや本当にオーラすごいですよね。いや本当にいや本当に、おやすみエクスプレス、そうね、いつも一緒にラクさんと出てたからね。でもなんかあと10日ですよ、あと10日そんな早く来ちゃうと思ってなくて、本当になんかあっという間すぎてやばい。ね、いや全部要注意ですよもはやただのエルボでも絶対強いじゃん。いやもうアジャさんが要注意全部。その服いいね、何色、何色、何これ、なんて言うんだっけ、これなんて言うんですかねこの色、オード色もっとおしゃれな言い方したいですけどわからないです。オード色ですか、なんだろう、これなんですかね難しい。まあでもみんな見えてる色と同じです。私もこの画面越しに見てる色と本体見てる色同じなので、もうこれです、この色です。はい、なのでまあみんな、うん、ベージュ、確かにベージュかな、分からん、これベージュなのかな、まあその色ですでもからし色まではいかないかな、からし色にちょっとなんか茶色っぽい色を混ぜた感じかなです、多分いや可愛いですよこのワンピース。うん、やっぱり明日で今月が終わるということで、いや本当に嬉しくて、そう、いやもう解禁されますね、解放されます、解禁じゃないです、解放されます、とても嬉しいです。やっぱ今月は寝込んでいたのもあってお金を使いすぎたので本当に、まあ別に我慢はちょっとできなかったけど、そうだね、来月になると欲しいものがいっぱいある。まず布団がないんですよ、うち今。そうタオルケットとかブランケットとかで寝てて、タオルケットで寝てるんですよ私今、暑かったから、熱出てて暑かったし、いらなくて全然で、あの実家に送ってて、でベッドのサイズに合う布団がないので買いに行かなきゃいけないんですけど、今月中に買うと大変なことになるので来月になってから買おう感じです。やっぱカードがさ、いやカード払いが何月だったりするじゃないですか、いやそれが問題で、月が変わると気持ちが変わるので急に余裕が出る
10月だよねえ、10月です、やばい、秋や秋、給料日、給料日楽しみですね。給料日いつなんだろう、いつだろう、今日とか明日、いつだろう、わかんない。9日は東京女子プロレスのお仕事控えて歩きって言っちゃう、え、嬉しすぎる、いっぱい言ってください、聞かれなくても言ってくださいみんなに言ってください、もう四方八方に伝えてください。いや、そう、月変わればなんかまた振り出しに戻るというか、またスタートから頑張れるので10月は節約できればと思います。はい、頑張ります、頑張ります。でもまあ後悔はしてないのであんまりいいんですけどね、実際。そう、いや、給料日分かってないのよ、そういうところも全部ルーズそういうところもね、ルーズなんですよ、本当に。全然見た、みんな見た、ちゃんと手の上乗ってた、今の法人を手のひらに乗せたんですけど、みんなの画面だともしかしてこっちだった、間違えた。9日は青赤白でよかったよね、はい、プロレスの時はね、トリコロールで、違う、こっちか、どっちだった、みんな教えて、逆になっちゃうんでしたっけこれ、私が見てるのと、ここに出してください、ここに魔法陣を出してください。あ、え、すごくない、すごくない、見た、みんな、みんな見た今、あ、惜しい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 、え、見た今、一発目いったよね、どう、え、どう、みんなめっちゃ手から出てるよね、やば、力こう合ってる、こっちで合ってる、あ、え、すごくない、しょうもない魔法陣で遊んでる、魔法使いです、ハリーポッターです、私、え、めっちゃ来たで今、めっちゃ出たで手から楽しい、いや、私のしょうもない遊びに付き合ってくれるみんなは本当に優しいよね、こんな魔法陣出して遊んでるのに優しい、ありがとうございます、許してくれてスクショ撮れた、え、嬉しい、送ってください、今の魔法使いゆきの魔法使いでしたね今、完全に私、もう終わりらへんに魔法使いタイムするのでちょっと待っててください。ててててて、知ってますか、てててててみたいな歌、 TikTok でよく見る、てててて、いや楽しみだな、大田くん、魔法にかかっちゃいました、てれてれ、嬉しい、いや、でも何の TikTok か全然わかんない、TikTok 最近開いてない、見てないの、私はなんかなんだかんだ TikTok 毎日見るかな、うん、毎日見てる、マジカルシュルシュガーラビッツ、マジラビ、かわいい、
イカゲームみんな見てよ、面白いよ。でも次は今はなの国のアリスが名古屋で撮影してるって聞いてちょっと見なきゃと思って、次はそれ見ます。次は見ます。魔法使いユキなんか弱そうじゃない、めちゃくちゃ魔法使いユキめちゃくちゃ弱そうじゃない、やばくない、弱そう、なんかしょぼそうやばい、しょぼそうだよ。なんかメール送る、メール送る。イカゲーム本当に面白いんだよな。え、ネットフリックス史上最大のヒットになりそう。本当に言ってる？あ、でも面白いんだよな。え、その角田奈緒さんのアカウント名読めない。なんて書いてある？なんて書いてあるんですか？最初見た時なんか誰か分かんなくてびっくりした。土砂山って読むんですか、これどういうこと、どういうこと、罰ゲーム的な感じですか、名前変わっちゃったの、名前変わっちゃったんですか。考えた人すごいね。ネーミングセンスが。今日ツイッター更新したんですよ、コスチュームの写真撮ったか、ポニーテール珍しいから撮っておきましたそう珍しいでしょ。あ、南波さんが考えた考えそう、アダさんと戦うこと、そうです、アダさんと戦いますありがとうございます、頑張ります。魔法解けることないですか？基本的には解けないです。基本的にはね、みんな、ね、プロレス好きだからゆきちゃんの応援しに行こうかな。来てください、10月9日待ってます。今ポチってきてください来てほしい、本当に来てほしい、来てほしい。ポニーテールね、みんな好きですよね。でも自分も結構好きなんですけど、そう急にどうしたって思われるかなと思って迷っ、めっちゃ迷ってました、ポニーテールするかそう、そうミュウさんとおさらい、いや本当はポニーテール用の飾りもあったんですけど、さすがにちょっとまだつけなかったやめました、つけるの、髪飾りはつけるのやめた、ためらった、今度またつけます、いつか。かよね、野球イベントのゆきちゃんのサイン、おお懐かしい、あの緑のね、懐かしい、いや本当懐かしいな、香川行ったの楽しかったな、うどん食べた、
うどん食べた記憶があります。楽しみ。オリーブガイナーズ見ました。試合勝ったんですよね確か。あの日そうだった気がする。あ、負けた負けてない、勝ったよね記憶的にはいろんな試合見すぎて。香川のうどんはやっぱりなんかちょっと違いましたね。めっちゃ美味しかった。なんか腰張りなんか麺がもう違かった。びっくりしました。あ、やっぱ違うんだって。香川のうどんはなんか違うと思ってめっちゃ感動した記憶があります。そう、いや飾りつけるのは迷ったんですけどね、ちょっとやめましたなんとなくやめました。やめちゃいました。難しい。ユニフォームね、いろんなユニフォーム家にあります。あれなんだっけ、フットサルとかもユニフォームあります。めっちゃね、そういうイベントできてそのままいただいたりするので、ユニフォームがすごくいっぱいあるんですよね家に。オレンジ色のフットサルかなあれ。いやバスケだっけあれ、なんだっけあれ。いやフットサルの気がするな。なんかオレンジ色のユニフォームとか、なんか私がまぐれでシュート決めたやつあったよねいや本当にまぐれでシュート決めちゃうシリーズめっちゃ多いんよ。あの青のバスケの時もまぐれシュート決めちゃってあれ何なんだろう。たまになんか発揮するんですよねそういう謎の力本当に。なんか YouTube の企画で運動会みたいなのやったんですけど、おしりさんと。その時もなんか適当にさペッて蹴ってたのに全部入るのあれ何、なんか入るんだよねめっちゃ。そう吸い寄せられるの。でも普通に体育の授業とかの時は全然入んなかった。下手くそでした懐かしい。何なんですかね、不思議です。とてもそういうなんかフリースローみたいな感じだとなんか入るんですけど、何授業とかそういう走り回り始めるとそもそもボールを追っかけたいと思えなくてめっちゃ弱くなる急に。やだやばい、重み送らないと。また今日もやらかす。いつもさ配信してると時の流れを忘れて気づいたら過ぎちゃうんだよね。なんかハロウィンのさイベントあるじゃないですか。あれね、なんかドライチでなんかしようみたいになってる。なんかしようってなって、まあちょっとちかちゃんがすっごい可愛いのを提案してきて、今ちょっと今一回ストップってなってるんですけどそう本当にちかちゃんメールに書いてた。え、なんて書いてましたあれで決定ですか、なんて書いてた。何やるか分かんないんです。でもあの恥ずかしいんで本当に絶対会いに来てください。やっぱそういう目立つコスプレしてて全然仮装レーンになったらめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。もうやだって思う、すごい見せ物になっちゃうので、レーンがすいちゃうととっても恥ずかしいので、みんなもうなんかみんなに泣いてお願いするレベル、恥ずかしすぎるから会いに来てくださいハロウィン会いに来てください。うん、恥ずかしめに会うよ。あ、本当は30日もあれなのか、30日出ないんだけど、みんな出ないって知ってるかな、ドライチ。
どうなんだ。アキルクかわいい、かわいいでしょ。ワンピースでーすそうなんだ、かわいいですよ。いや恥ずかしいですよ本当に。なんかもうそういう気合入って準備したくせに全然暇みたいな、恥ずかしいよ。17日の服装は T シャツだっけ、おしゆき T シャツだっけ。あ違うわ、決まってないわ、決まってないみたいです。こちら新井由紀の渾身の私服で多分登場しますわかんないで、でも私がファンだったら結構私服見たいと思うんですけど、気のせいですか、私だけ。まあみんな今まで見る機会が多かったからですかね、あんまり私服見れない。なんか自分は結構私服見れたら嬉しいんですけど、衣装の方が嬉しいね。でもまあ東京まで衣装持っていくのはね本当ちょっと難しい、ちょっと難しいです。私は私服かな。ねえでも私服需要ないよねまあいっか、そんななんか服で変わるとかそういうの、そう私服、あ私服喜んでくれるの嬉しい16日はなんか押し行きのグッズを着ます。今日妹から来たよって写真送られてきた来てくれたらしい、ちょっとも嬉しいですね。いや普通に多分私服ではい現れると思います。17日はそっか、衣装はあんまり見れない、確かにそれはそうですね、確かに。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。また見に来てください、いつでも嬉しい。10分後にリスタート配信するって、何で配信するんですか、 DMMDMM ですか。どうやって見ればいいんだ、ちょっと気になるね。そう善悪ない、それ本当にそれ善悪ない、善悪ないの。スケイの公式ツイッター見たらさ出てくるかな、DMM や DMM や。おしゆき T シャツ息子が喜んできてるの、嬉しい、嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。私服は全身みたい、確かにそうあんまり見えないんですよね、柵が高くて、柵あれ柵って言っていい、なんか動物みたいで嫌だな、なんて言ったらいい、柵テーブル、テーブルみたいなのがあってね、そうそうですよね、柵が高くてねいや昔のなんかレーンとかすごい懐かしいですね、昔なんかすごいむき出しだった時とか逆に囲まれてた時とかあったよね、難しい、懐かしい。あグッズなくても全然大丈夫です何でも大丈夫だよ。そうズボンとかね見えない、そうなんか見えないからって言って気抜いていくと意外と靴とか見えたりして、うわやばっていつも思います。靴いいねとか言うと靴見えてんだみたいな、そうここしか見えないって思って行くと意外と隙間から靴だけ見えたりとかして、あ靴は見えるっていういつも学んで帰るんですけど、次行く時また忘れてるので靴気抜いて、そうで靴めっちゃ見える、多分さ逆にファンの人も足元があのこ
から下が見えない分靴目いくんでしょうね多分。だからすごい靴ね、靴の話をすごいすごい、そうそうそう話すよね。そうスリッパとか履くと見えちゃうんですよ。いや本当に、昔のサイン見たら色紙の裏に原宿ファッションに挑戦するって書いてあった。え意味わかんないじゃん、ごめんなさい。本当本当なんか意味わかんない時期あったんですね私。結構適当にね、なんか流しておいてください。やばい、本当にやばい。懐かしいですね昔、本当なんかいろいろしてた。ずっと立ってるから疲れなくていいよ。優しい、ありがとうございます。優しい。でもまあそんなね疲れないんですよ意外と。私ほんと意外と座らないっていう、意外と疲れないっていう、ほんと意外と元気っていう感じでやってます。はい、意外と元気な感じでやってます本当に。座りながらでも大丈夫ですよ、ありがとう、優しい。まあ試合の次の日にやるの初めてなので、まあ、ちょっと疲れてるかもしれないんでね、座ってたらごめんなさい。いや多分座んないけどね。多分わかんない、アジャさんにコテンパにやられてるかもしれない。わかりません、わかりません。あと10日ですよ皆さん、でもその間にもねいろんなことがあるので、もうバタバタしてます本当に、バタバタです。みんなもツイッター見て私のリツイートしている投稿をいいねしたりとかしてください。ぜひ、よろしくね。T シャツでいいかな、いいよー、オッケー、楽しみにしてる。でもちょっと寒いかもね、押し雪 T シャツもう上になんか着てきた方がいいかなって思いますね。でももうね最近は結構もう行ったり来たりしてて、プロレスの練習とかをして空いてる日にある仕事には結構出てる感じなので、本当になんか両方やってる。両方やってる、そう行ったり来たりしてます。そうなんですよ。明日ね、今日なんか取材の時になんか取材の方たちもすごいなんか忙しいですよねみたいな、すごい心配してくださってて、いや本当に元気なんですよみたいな、まあ、明日休みですからとか言って、忙しいように見えて明日休みですとか言って喜んでて、なんかニコ友の取材で言ってたんですよ、忙しいですよねって言ったら、いや明日休みなんで大丈夫ですとか言って、すっごいニコニコして言ってたの。で帰りにマネージャーさんに、あれさん明日休みじゃないですって言われて、えみたいな、めっちゃびっくりしたわ、もう知らないけど、そう気づかなかった、気づかなかったです、とても休みとばかり思っていました。まあ別にそんな大したなんか1日かかる仕事とかじゃないから全然いいけど、全然いいんだけどね。それに今日も楽しかったし、今日もとても楽しかったので大丈夫です。まあマネージャーさんも気まずかっただろうね、言いづらかったと思います。マネージャーさんはですね、そういう撮影とかがあるとねコスチュームとか持ってきてくれるんですね。練習はもう全然一人で行くんですけど、そう撮影とかねあると写真のチェックとかもあるので、いやもうなんかマネージャーさんだけじゃなくてそういうなんか写真担当とかめっちゃいっぱい来てくださります。本当にそんなになんか皆さん動かなくていいのにってぐらい。いや本当に来てくださるので
ビビってます。そう、今日もいっぱい来てくれて、まあいっぱいって言ってもそんな片手で数えられるぐらいなんですけど、試合の時もね来るよ、来る、来てくれます。基本的にコスチューム持ってくれますそう、明日も3時半起き、やばー、頑張ってください。こんな遅くにやっちゃってごめんなさい。おやすみ。早い。なんか私のコスチュームは簡単に洗濯できなくて、そう、石尾さんがめっちゃ慎重に洗ってくれてます。うん、すごい困ってます自分も私もみんなみたいにバッて洗いたいんですけど、そう、すごい困ってますね。でもみんななんか自分すごいよね、洗濯とかできるの。なんかできなさそうに見えるじゃないですか、見た目。そう、すごい、すごいです、とても。そう、でももう結構なんか使ったからラメとか取れてきちゃってて、でも気づかなくて、この間石尾さんと話した時になんかもう結構取れてきたねって言われて、あ、確かにみたいな。そうそうなんですよ。でなんか靴とかもめっちゃ汚れてて、すごいなんかいっぱい練習したんだなって、今日そういう話になりました。ちょうど練習ですごい汚れたねって言ってそう、ちょうど今日話してました。え、リスタート始まったの？ちょっと見たい、ちょっと見たい。リスタートの見どころを言いますね。リスタートの見どころはですね、新井さん膝の骨が剥がれてますので膝がつけません映ってるか知らないけど、はい、本当に本当に大ピンチですね。あんま映ってないと思うけど、その時期膝の骨が剥がれてましたので、本当に全公演すごい痛かったんだけど、一番痛かったのが特にリスタート。リスタート本当膝つくんですよね。なんかなんでかわかんないけどめっちゃ膝つくからすっごい痛くて、そう、ホワイトデーにはのもうここが一大ピンチすぎて振り返ってもらいました、こっそり。なんだ、なんかね膝の骨剥がれてるみたいに言われたんですよ。すごいトレーナーさんがずっとここを撫でてくれるの、こうやってくっつけくっつけ無理でしょみたいな。でももう何も言わずにありがとうございますってこうずっと撫でてもらってたもう自分でも撫でてねって言ったからずっとこうやってくっつくといいなって思いながら結局いつかはくっついたんですけど、もうこのライブ中には全然間に合わなくて。そうで、この時ねティフがあって、え、定点あんじゃん、膝定点ついてんだけど、マジか、振り返ってんのバレちゃうじゃん。こうフラストレーションがね本当に大ピンチだったんですけど、長ズボンだったのでありえないぐらいテーピングして痛くなかったです。もうなんかプロレスのサポーターみたいなぐらいつけてた、本当に。いやでもなんかくっつくか分かんないけど、なんかやった方がいいってすごい言われましたね、トレーナーさんには。こうやって撫でた方がいいみたいな、そう言われてずっとやってました、こうやって分かんないけどやってた。てか毎日あそこ通ってたの本当やばいですよね、懐かしいな、本当懐かしい。リハとかもあそこでやってたからもう本当にすごかったですよね。なんかえあれありましたよね、えエンディングじゃなくて何でしたっけあれ、こうなるやつ、名前エンディングじゃなくてなんだっけ、あれ何でしたっけ名前が、エンドロール、エンドロールになんかファンの人がね応募してくれて、
やりましたよね、懐かしい。あれ確かそうだよね、懐かしいな。あれも去年でしたよね、懐かしいな。いや懐かしいな、全部。お菓子取れなかった、恥ずかしくてお菓子取れなかったのとかも去年だ。いやなんかお菓子もなんかコロナ対策で自分で取れなくて、いつも自分の好きなお菓子めっちゃ取るんですけど、なんかそう、そう偏食なところとか同じお菓子しか食べないところとかバレるの恥ずかしくて全然言い出せなくて、そういろんなね、おしげさんとかサリサリとかに取ってもらってた本当に懐かしい。そうカプリコが食べたすぎてんだけど言えなくて、取ってもらってとか言ってそうずっとやってた、懐かしい本当にそう、大田区のポートレートゲットした、ありがとうございます、嬉しいです、とてもありがとうございます、嬉しい。懐かしい、スカイエキスポの思い出いっぱいあるな、いっぱいある。青シリンさんにゴリラ買ってもらったとか、いやもうほんとゴリラはもうマジで無理だった。あの13周年が唯一楽しみじゃない理由あれだった。やっぱなんか自分も1年経ったから言うんですけど、なんか最初なんかめっちゃやりたくなくて、ほんとやりたくなくて、もう絶対嫌だって思ったんですけど、なんかスタッフさんに言われて、なんか他の子も絶対嫌だからみたいな、そう、もう自分が我慢してやろっかなみたいな感じで、めっちゃしぶしぶ、うん、じゃあみたいな感じで言ったんですけど、やっぱめちゃくちゃやりたくなくて本当にやりたくなくて、おしりさんが変わってくれました、本当にありがとう。そう神でした。もう最初押し付けられた時は終わったと思ったんですけど、なんかポジション的にその前に出れる子が少なくて、ゴリラ1に行けるメンバーが本当に少なくて、なんかあの時さ、もうソーシャルディスタンスがあったじゃないですか。そうだからなんかもうここの前の何人かしかゴリラになれないんですよそうなれないみたいな感じになってて、そうダンスの先生もこの辺から出したいんだよみたいな感じになってたんですけど、もうなんか私には本当に合ってなかったですねそう私はああいうのできないんで、そう候補が本当に少なくて、でなんか自分が見た候補がもう本当に後輩、可愛い後輩ちゃんばっかだったので、どうしようみたいな、うん、最悪だと思ってめっちゃ悩んで、やりますって言ったんですけど、めっちゃ嫌だった。もうここもそこからもう出たくないって思うぐらい嫌だったの。だからもう当日に演出家さんのところにマッコさんが連れてってくれて、そうお願いしてくれた時はもう本当に神様だと思った。そうおしりさんも優しいし、そのね忙しい舞台監督さんのところに連れてってくれたマキちゃんも本当に本当に優しいなって思いました。多分自分が嫌なこと、本当に嫌がってることって周りに言えなかったし、私なんかもう前日の夜ももう本当に我慢、もう我慢してやるしかないと思ってめっちゃねなんか見てたんですよ。 AKB の本家の方の映像とかめっちゃ見てて、でなんか SK のゴリラがちょっとどぎつかっただけで本家のゴリラめっちゃかっこよかったの。だからあこれやればいいのかと思って、もう本当にもううん我慢我慢してこっちだと思って、かっこいいんだったらまあと思ってめっちゃ見てったの。そうめっちゃ見てって、もう結構覚悟してたんですけど、そうでもやっぱ嫌なんでしょみたいな感じでマキちゃんとかおしりんさんとか気づいてくれて、そうあれなんでだっけ、おしりんさんがなんかリスタート公演出るってなって、違う最初言ってたけど無理だったんだよ。最初からおしりさんにゴリラやってほしいって言ってたんだけど無理だ、なんかいろいろあってできなかったんですよね。いやそう本当にあれでめっちゃ悩まされたな、めちゃくちゃ悩まされたわ、あれあの一件だけで。え懐かしい、洗濯物だよ洗濯物、懐かしい、る髪長いな、懐かしいる。
当懐かしいです。そう、誰か出れなくなっちゃって、そうそうそう、代わりにね出てくれて懐かしいです、とても。でも本当におしりさんはおもろいのでよかったですね、変わってもらえて。しょうもない楽曲にしてしまうとこでした、私が、思い切りの悪い私が。いや本当に、え、そう、髪めっちゃ長かった。あとなんかメイクさんとなんか仲いいんですけど、メイクさんがなんか1日ずつ三つ編みを増やしてくれてて、これ1日目なので多分三つ編み1本どっかに隠れてますね、絶対わかんないんですけどね。そう、絶対わかんないんだけどどっかに隠れてます。2日目は2本あったりしてますね。懐かしい。そう、アイドルになってこういうのなりたくないね。いやでも似合う人というかやりきれる人はめっちゃいいと思うんですよ。でも私本当にやりきれないので絶対やっちゃダメ絶対やっちゃダメ。そう、私なんか私のことをちゃんと見てたら絶対違うって分かるはずなのに、それでもやらせるってことはもう、そう、本当にやんなきゃいけないのかなと思って結構覚悟したんですよね。あ、シュープロ応募したよ。そう、私も応募しなきゃいけない。やばい、今日ローソン行く予定だったのに行かなかった。ピンチ。ピンチです。そろそろ出さないとですね。そろそろ出したいと思います。でも出すって言ったんでね。わあ、ありがとうございます。ミラーボール。あれ、さっきそういえばミラーボールで口滑りそうになったね。危ね、危ね。今冷静だわ、めちゃくちゃ冷静だわめちゃくちゃ冷静だわ。そう、メールでも応募できるらしいですね。でもなんかやっぱちょっとハガキで送ってくるの見たいですねって言われたんで、もうハガキで送りますそう、そうなの。リスタート、オケアンのゆきちゃん大好き。本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。パネルもらう話でページできてた、ほんそうなの。あれの取材したの本当びっくりしました、自分も。なんか普通にさ試合後の取材だからさ、なんか試合のこと聞かれると思ったんだけどさ、あのプレゼントの件なんですけどみたいな、あ、そちらですかってな、もうめっちゃドキッとしたよね、バレてると思わなくて。いや頑張りますね、やっぱ私のためにあの写真をまた今回も使っていただけたということで、はい、ということなので絶対に私はゲットしたいと思いますはい、そうね、この間本屋さん行ってて買ったんだよ、ゆき。買ったの、じゃーん、見てください、東京女子プロレスが後ろに乗ってました。これさ可愛いよね。いや私本当にこれ自分見つけられなくて、全然大ピンチだった、いないわと思って、本当に一回諦めたもんね。あ、これ私いない感じかと思って一瞬諦めたんですけど、無事に見つけられました。ここにいます、じゃーん、新井さんここにいます。かわいいです、このポスター、本当にリカさんの隣にいます、ここにいます、ここにいます。めっちゃよくない、これめっちゃよくない。でもなんか自分らしくない色だったから全然気づかなくて、これ本当に見つけられなかったんですよね。すごいよね。これです、これをゲットしました。これは私は応募しなきゃいけないんです、プレゼント。これ絶対応募する
応募します。みんなも応募してください。ぜひ一緒に新井由紀ちゃんと一緒にゲットしたいって書いといてください。言わせる。すごいかわいい。これなんか適当に指さしてた時期の写真使われてますね。これ適当に指さしてた時期のなんか入場の時にね、なんか余裕が出てきてポーズした後暇だったんで一時期指差ししてたんですよね。これ無意味に、なんかファンの人にもいっぱいあれ意味あんのみたいな聞かれたんですけど、いやほんと意味ないです、暇つぶしです。そうなのでなんか使われちゃってびっくりしてますね。うん、これびっくりで、ほんとこんな使われると思わなかった。まあいっか、なんか楽しそうだし楽しそう。リカさんとイキちゃんの名前でも呼ばせて。おしさえですね。これは押されてますね。アンケート一緒に書きましょう。配信やろう。いいよ、みんなで書く。明日一緒に書きましょうよ。そしたら自分も勇気が出るかもしれないそう、明日はねなんか行かなきゃいけないとこがあって朝プライベートなんですけど、でその後仕事までの時間があるので、まあでも昼の3時とかになっちゃうごめん、不思議な時間に配信しちゃうかもしれないけど、それでもよければ。あとねこの間映画見に行ったんですよ。その時にこのマスカレードホテルのマスカレードナイトを見に行ったんですけど、マスカレードイブを買いましたそう、映画スタバーズで映画見に行ったんですよ。そうなんかね、前スタバーズした時に映画見たいってなって、ちょうどその日にスタバーズ集合するときに私オシリンさんにマスカレードナイト見たいんですよみたいに言ってて、そしたら二人もなんかマスカレードナイト見たいよねみたいな感じで盛り上がり始めて、えみたいな、見に行くしかなくないって言って、そうそうなので見たので見る予定があったので楽しみにしたので、前日の夜にオシリンさんと一緒にオシリンさん家でネットフリックスでマスカレードナイトを見てからちゃんと行きました。見た本読んだことあったんですけど結末忘れてたのでちゃんと見てから行きました。そうでも寝不足で本当に眠たくてあのもしかしたらなんですけど、みんなに聞いてみたいんですけど、なんか私映画見てる時にピクってなったんですけど、これで寝てますかねピクってなっちゃったんですけど、これともしかして寝てたのかなみたいなでもちゃんと内容は覚えてるんです。だからなんかこれ曖昧な感じですごいピクってなっちゃったので、なんかちょっと微妙、どっちなんだろうなみたいな感じですね。ちょっと微妙です。でも内容とかちゃんと見てめっちゃ見てたんですよ。なんですけどなんかはにゃって感じですねわかんない、寝てたかな。なるちゃんがさ目悪いからさずっとこう前の目になって見せてもう気になって気になってしょうがなかったです。前撮ればよかったねとか言ってそう、寝てないですよ、だってずっと見てたもん。うふ始まったよ。うふ始まった、見てくださいおしりさんの勇姿をみきちゃん個人グッズ作ってもらえないの。え作ってもらえ、言ったら作ってもらえそう、言ってないだけで、なんか言ったらなんか優しいので、本当に言ったら大体のことはどうにかなります。いや待って、このなんか人生イージーモード的な発言しちゃったはい、そうですね、言ったらどうにかなります大体のこと。いや本当に何を作ればいいですか、何を作ればいいんだろう、分かんないね。もうなんかどうなんだろう、何が欲しい、みんな T シャツ、もう T シャツちょっとなんかどうなんだろうね、どうにか作ってほしいですけど、作らん、自分らで作んなきゃいけない、どこが作ってくれるんだ、わかりません。アルパカのぬいぐるみマジ嘘やろ、
嘘でしょそれは。どうなんだろうね。まずは T からだよT 呼び、まさかの。何がいいですかね。なんかみんなが作ってるのはアクリルキーホルダーとか T シャツでしょとかかな。あと何作ってるかな。でもまあいろいろですかねみんなの欲しいものを聞きたいですね。あ、衣装のアクキー、欲しいですか。映画見てから東京で練習だった。あ、そうです、映画見てから東京で練習して大失敗しました。その日お腹空きすぎて倒れそうになりました本当になんかその日さ、朝からスタバ飲んでポップコーン食べてたからもう元気になったと思って、ただ新幹線乗る直前ぐらいにお腹空き始めて、あれみたいな感じだったんですけど、とりあえず東京まで行って、そしたら練習2時間やったらめっちゃお腹空いて、でも自分的になんかもうちょっと練習したいと思っちゃってプラス2時間足したの。そしたらもう最後らへんにお腹空きすぎて、あと先輩たち、あ、その練習に出てない先輩たちがお菓子食べてるのが見えちゃって、そっからもう倒れそうなんてお腹空きすぎていや本当やばいなと思って、休憩になった時にもうすぐそのお菓子のとこ行ってお菓子もらいました先輩に。いや本当にお菓子がね目に入ってきちゃって練習中に大変だった、大変だったんだよあの日は。いや帰りにご飯しっかり食べて帰りました。めっちゃお腹空いてたんだよね。何がいいかなグッズ、なんか言ってみようかなスタッフさんに。でも確かに T シャツはもうなんかあの今回の大田区の T シャツとかもありますしね、なんだかんだいろいろ出てたりするから、まあ別に私一人のがあってもいいかもしれないけどね。あ、やっぱユニフォームのなんか欲しい、あれ可愛いんですよねユニフォーム、ユニフォームのキーホルダーとか可愛いよねあれ。まあとても可愛いと思います適当な感じになっちゃったね。また切ってみます。もうこの間なんか写真結構撮ったので、なんか何に使うんだろう、ポスターとかなのかな、なんか写真ねいっぱい撮ってもらったんです。タオルマフラー？何それ？あ、マフラータオル。マフラータオルってこう普通のタオルかな？あ、タオルね。え、タオルってどうやって、いや、タオル私が作ったらまあ殴りかけになっちゃいますけどいいですか？殴りかけのタオルになっちゃいますけど。あれになっちゃうよ。自分書くと。プロマイド入れるアルバム、え、めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？名案じゃないめっちゃ大興奮あのポートレートケースどう？かわいい、ありがとうございます。写真集出そうよ。え、需要ないロゴの周りはあれね、タオルね。そう、本当にあのタオルは失敗でした。ポートレートケースめっちゃいいです。だってみんななんか結構ファイルとかに入れてたりとか透明のねやつを持ってきてくれたりとかしてるのでね、あれめっちゃいいよね。あと今日なんか思ったんですけど、ポートレート、大田区とかのポートレートもさ、なんかサインなしでも売ってくれたら嬉しいよね。会場に行くのに買えないとかもなんかかわいそうだなってめっちゃ思ったんですけどどうですか皆さん、そんな人はあんまいないのかな。なんか他の先輩たちみたいに常に何種類か置いといてもらって、まあそれはサインはできないけど買えるよっていう状態にしてもらうっていう、どうですか。どうで
言ったらやってくれるのかな。なんか集めたい人もいるじゃないですか。別にサインなくても買うのかな。なんか言ってみようかなって今日すごい思ったんですよね。あ、通販もしてほしい。なるほどね。そうだってさ、なんか近かったら見に来るもんね。みんな見に行ける距離なのに通販とかなかなかしないよね。そっか、会場に。なんかでも通販は多分ね、送料とか考えると難しいんですよね多分ね。だからやっぱ会場でまとめ買いしてもらうしかないかな。名古屋の時とかに過去のポートレートを何枚か吸ってもらって持っていくとかできるんですかね。そんなことどうなんだろう。そんなに少数だ、数枚とか吸れないのかな。どうなんですかね。なんか買えなかったっていう。そう、なんか寂しいなって思って、買いたい人がいるのに買えないっていうのはねえ、送料かかっちゃうから、まあ会場で足りない分を買ってもらうのが私は一番ありかなって思うけど。そう、名古屋とかの大会もあるのでね、今度その時とかになんか前に出てたものを復刻みたいな感じで出してもらって、いやほんと申し訳ないけどサインはできないけどね多分。そう、あ、送料取ってもらっていいね。でも東京女子プロレスの方も優しいからね。どうするんだろう、どうするんですかね。いや本当に今度の、あ、ごめん変な発音になった今度のハロウィンのやつとかみんなにゲットしてもらいたくて。そうなの、みんなにゲットしてもらいたいの。だからもしさ、会場限定、10月30の新宿フェイス限定だったらめちゃくちゃ寂しい。そう、もっとなんかいっぱいの人にあげたいのに。そう、めっちゃね本当にお気に入りなんですよ。そう、本当にお気に入りなの。だからなんかハロウィンの通販バージョンとかあったらすごい嬉しいんですけどね。そう、留学用だったら本当になんか寂しいなって。まあ留学に来てくれる人はね、来てくれるとめっちゃ嬉しいですけどね私はブンブンブン。そう、来てくれるのはめちゃくちゃ嬉しいけど、なんかさ、その意地悪で来ないわけじゃないからね。みんな本当に遠くていけないっていう人がいるし、今この事情だからね。なのでなかなか行けない人がいると思うので、みんなにゲットしてもらいたいんですけど私は。まあ言ってみるか。前も言ったらなんか増やしてくれたしな。そう、なんか私結構なんか言ってみようみたいな感じになるけどすぐ忘れちゃうのでそう、いつも忘れちゃうので。どうなんだろうね。またあればいいけど、ネット販売でも。なんか前回も浴衣のネット販売があったんですけど、本来多分私はそこには参加する予定ではなくて、たまたま後楽園大会欠場になっちゃって、あのポートレートが余ったのでみたいな感じだった気がするのでね。まあなんだろう、早く言わないと手遅れになっちゃう。でもその一緒にあのあれに出ることは多分できないんですよね、オンラインのサイン会に。ピエーン、ピエーンです、とてもピエーンです。仕方ないけどね。またなんかあったらみんなゲットしてください。そう、ゲットしてくれたらめちゃくちゃ喜ぶよ。そう、前もね、みんなは楽しそうに配信してて羨ましい。浴衣届いてない。そうなんですね。意外と、まあでも結構あった
ので、そう、多分スタッフさんもあまり多くないからめっちゃね頑張ってやってくださってるんですけど、すごい時間はねかかるかもしれない。いや本当にね結構いっぱいいろんな方が買ってくださってたので、ちょっと時間がかかるかもしれないです。あ、明日か明後日届く予定、やったー、ついにあれなんですよね、結構人による感じで、人による感じですね。待って、楽しみに待っててください、浴衣来るの。でも多分早く頼んだ方が早く届くんじゃない、こういうのって。なんか私も買ってくださった順番に書いてるので、多分買ってくださった順番に行くんじゃないかな、私が並び替えてなければなんかファイルをいっぱいもらうので、それをこう変えちゃってたら本当申し訳ないですけど、そうだね、まあ大体そうだと思うので、まあ早めに注文してくれると嬉しい。頼むのも届くのも早かった気がする、うん、早かった気がする、私も1枚目の紙にいた気がする。やっぱ頼むと、早く頼むと早く届くね、結構そうだよね、前からそうなんだよ。まあでも気長に待っていただけると嬉しいです。注文順を、じゃあまあみんなこれから注文順を気にして、あ、締め切り日に注文したの遅くなりましたでも締め切り日になんかね思い立って買ってくれたことも嬉しいわ、ありがとうございます、嬉しいです、ギリギリでも買ってくれて。まあね、またネット販売があればみんな、いや私的には本当にハロウィンをねみんなにゲットしてもらいたい。みんななんか選手の方たちがハロウィンの撮影したよって載せてる写真いっぱいあるんですけど、いや私はちょっとまだ載せない、てか写真撮ってないし自撮り出したけど、そうなので、何で出てくるか楽しみにしててください。多分想像の斜め上って感じです。本当にゲットしてほしいなって思います。ゆきちゃん以外の選手誰にしようか迷ってました。あ、一緒に買うのってことか、かわいいなるほどね、なるほどね、あ、ありがとうございます。言っちゃおうかな、ね、ちょっとすごいテンション上がってきたから言っちゃおうかな、何日で公開されるか、あぶね、やめとこうまたやっちゃったまたやっちゃった。え、あじゃさんメイクここでやってきたらマジすごくない、ハロウィンであじゃさんのメイクするの、レベル高すぎでしょレベル高すぎ。まあでもみんなね、いろんな選手のポートレートを集めて楽しんでいるようで嬉しいです。やばい、12時になっちゃう、明日起きなきゃいけない、うん、プライベートなんですけど、あ、でもまあそのカウントダウンの件に関しては毎日見てると出てくるはい、毎日見てると出てくるので、まあ、全然簡単なことですよ、毎日見てくれると嬉しいです。私もリカさんのポートレート欲しいな、うん、欲しいな、欲しいです。あ、ありがとうございます。LINE は、うーん、あと3日は出てこないかな言っちゃった、言っちゃった、あと3日は確実に出てこない、言っちゃった、まあそっから先は秘密です、うん、ちょっと言っちゃったわまあちょっとね、ミラーボール回ってると調子乗っちゃいますね、すいません、調子乗っちゃいました
もうこれ以上言わないからね、本当にこれ以上絶対言わないから、もう絶対言わないです。じゃあもう終わろうかな。そう、やっぱ12時までやるわけにいかないんで、今日12時になるって結構夜なので、やんなきゃ、やっちゃダメですって言ってます。やっぱ健康のために、この中にある歯のあの病気が治らないんで。何でしたっけ、水ぼうそうみたいなやつが治らなくなっちゃう。あ、忘れてた、最後に魔法使いタイム、魔法使いして終わります。私の口内炎、あ、口内炎ですね、私の口内炎が治りますように。魔法使いかわいい、イエーイ、魔法使い、魔法使い、あ、魔法人。魔法、魔法使いたい、かわいい、全部かわいい。まあ、これはみんなからの口内炎が治りますように魔法ってことで受け取ります。ここ押さえとこう、みんなが口内炎治ることを願ってるんだから。あ、すごい、魔法陣いっぱいある、やばくない、ね、やばくない、見た、治りそうすぎる、これさ絶対治るでしょ。治るっしょ絶対、これ口内炎すごい楽しい、魔法陣が、あ、ありがとうございます。あ、え、久しぶりですね、ミラボールのおじさん、ありがとうございます。やばい、めっちゃにぎやかじゃない今日、ここ今日っていうか、このギフトが可愛くてにぎやかで、魔法陣これ治るかもしれない、みんなのおかげで口内炎が、いや本当にな、これ2日ぐらい苦しめられてたんですよずっと、うん、本当にみんなの魔法のおかげで口内炎が治るかもしれなくて本当に嬉しいです。こうしっかり押さえてきますね、魔法陣も、ありがとうございます、治るといいな、かわいい、ありがとうございます、治りますようにって言いながらみんな投げてください、治りますように。だってパイナップル食べたら痛いんですよ、ここら辺、ちょうどここら辺ですね、ありがとうございます。あ、力が湧き出てきた今、変なこと言っちゃった、恥ずかしい、中二病みたいなこと言っちゃった、力が湧き出てきたって言っちゃった。やばい、はずい。はずいよ。あ、ミッケ、ミッケ。嬉しい、可愛い魔法使いギフト、ありがとうございます。だって見て、ここめっちゃ可愛くない、下ここ見て、キラしてる。ありがとうございます、みんなのおかげでとっても元気になりました、あとはあれが治ることを願うだけ、こいつです。13周年おめありがとう、ありがとうございます、13周年おめありがとう。また明日はハガキを買って、うー待って、鳥肌立ったんですが、やじゃないよ、ありがとう、ありがとうございます、猿くれて、めっちゃ鳥肌立った今、もう猿が出てきた時に寒気と鳥肌が出た、寒い、嫌じゃないですよ、気持ちは嬉しいんですけど、やられたって感じです、寒い、締めよう。なんかさ今ちょうど近づいてたからさ、めっちゃ猿で、ありがとうね、リフト投げてくれて、猿だけど、いやセンスありますねこの人は、このタイミングで猿投げようって思う。プロレスの人ですか、そうです。嬉しい、知ってくれててありがとうございます。猿ね、ちょっとこの距離で猿見ちゃったので今結構、トラウマになっちゃいそうです。そう、トラウマにはもうとっくの前になってますからね。猿センスあったね、いやこのタイミング猿センスあった、今暫定1位、猿センス、猿センスランキング暫定1位です。
はい、本当にセンスありました。もう今日は一本取られたって感じですね。まあじゃあ12時になっちゃったらさすがにやばいのでもうやめようと思います。やっぱ12っていう数字ちょっとさすがに怖いからやめるわもうあと10分なんですけど、さすがに12は怖すぎる、12は怖すぎるのでやめます。怖いのでいや猿ほんと怖かったね。でもみんな見てくれて本当にありがとうございます猿センス、そう猿センスあった今の人。プロレス大好きにやってるんですか。え、やってます、半々でやってます。ぜひ見に来てください、試合。うん、じゃあ私は寝ます。今日も来てくれてありがとうございます。みんなフォローして、明日はできればシュープロにハガキを送ろうと思うので、皆さんハガキの準備をしてですね、何時ぐらいかな、仕事の前にやりたいから、やるなら仕事終わってからね、公演の練習したいんですよね明日。だからまあ6時5時とか5時半、4時半から5時ぐらいの間にできればいいかなって思ってます。はい、4時半5時ぐらいに、まあなんか昼寝とかしちゃったら本当申し訳ないですけど、まあ、80% ぐらい確率できます。なのでハガキをね明日絶対私は買うので、みんなで一緒に書きましょう。じゃあ今日もありがとうございました。そう、東京女子の YouTube で記者会見見てください。じゃあ一旦寝ますか、普通に寝ます。おやすみ、バイバイ、バイ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 。